第3話、朝が来るまで終わることのない準備を。まあみんな思ったより緩い感はあんね。セリナは分かってたけど、先輩ももうちょっとちゃんとしているのを想像してたというか。うん、それはある。まあ、変にかっちりしてても息詰まるけどね。そうなのかな。家では練習してるっしょ、アーリンとかさ。アーリン先輩、さっき電話したらいきなり泣いてた。自分で思いついたリフ弾けないって。何をしてるんだあの人は。私よりは練習して。ラーズ開けるよ。一緒に入ろう。ごめんごめん、セリナが泊まりに来ててさ。どこなんだよね。ナギ、かけ直していい？その電話ナギちゃん。私も話す。やめ。みんな、ちゃんと練習してるのかな。もしもし。あの、小仏です。ごめんなさい。お休みでしたか。うん、ううん。凪ちゃんなら、いいよ。お話。あ、いや、大丈夫です。また明日、頑張ろう。先輩、寝るの早い。みんな、やる気ないわけじゃないんだろうけど、せっかく、素敵な歌詞もついたのに。翌日。というわけで、このバンドには緊張感が足りません。そこでウェブサイト作ってくれたの？すごい！それを公開すれば、いやがおうで緊張感がってこと？こちらです。はい、ちょっとセンスが特殊なような。どうぞ。かわいい。明坂セリナグループカッコ仮のウェブサイトはこちらで公開中です。